来た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 、色違いエニュート。ただ証がついてるかどうかなんだよな。とりあえず白に合わせてプレミアボールで捕まえようかな。まあいけるでしょう。オッケーオッケー、ついに来た、色違いエニュート。これは嬉しいな。ただ証がついてるか、では早速証がついてるかどうか確かめたいと思います。かなり確率は低いけどね。どうだ、あ、これ、あ、ついてるよねこれ。喉カラカラの証、来た、ついに来た。よっしゃー、早速育成しましょうか。これはいや、エンニュート好きだからな。野党盛りで卵厳選するよりかは固定シンボルかなと思ったけど正解でしたね。しかもこれ一発目だからね。2匹目の色証です。はい、お願いします。おお、これはどうだろうか。エンニュートの刺さり、そこまで悪くない気がするけど、毒を撒きたいのにカプレヒレがいるのは鬱陶しいかなってところだね。これ所定ウーラオスでいいかな。ウーラオスエンニュートカプブルルで割といけそうな感じはあるけど、でもこの性質だったらサンダーに弱すぎか。カプブルルよりマンムーかな。エンニュートウーラオスマンムーでいきます。でウーラオス初手ですね。相手はうちのウーラオス悪タイプだと思ってる可能性あるから、タスキウツロイドを初手に投げてくると考えたらこれでいいんじゃないかなと。ほら来た。だいたいねウーラオスって一撃の型が採用されてるから連撃の型だと思わないと思うんだよ、まあ、今回うちは連撃の型なんですけど、これで水流連打決めてって、なんだこの技の並びは、ちゃんと整えてなかったな。なんか気持ち悪いなこれメインの技をね上に持ってきたい派なんで、水流連打でいいかな、どうかな。まあスカーフってバレてないから一発殴ってくる可能性もあるし、水流連打素直に打つか。でカプレヒレがいるかどうか。カプレヒレがいるんだったらトンボ返りがいいんだけど、まあウーラウス見てカプレヒレセンスしないってことはないかな。向こうもスカーフだった、マジか、強いよ。でも耐えてくれた、結構ギリギリ。さあ水流連打、なるほどね、向こうもご自慢のスカーフ持ちでしたが、ただアクーラスだったりやられたけど水ウラスなのでやられないと。これでさ鉄壁のレヒレとかだったら厳しいな。ただレヒレバックしてこないってことはいないのかな。対面だったらエンニュートで押していけるかなと思ったけど、ほう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 、そういう感じですか。まあウーラオス退場してもらおうかな。ランドロス残っててもマンムでどうにかなるし、ここは水流連打で殴っときますか。あれそのまま来てる、ダイジェットしてくるかなと思ったけど、ゴツメなのかな、そうでもないか。ゴツメ神剣って確かもう回復技募集されたから厳しいとこはあるけど、聖剣素直にね。まあエンニュートいるから取っとこうって感じか。ダイマー温存しとこうって感じかな。まあとりあえずここエンニュートいきましょうか。タスキなんで、まあそもそも神剣よりは早いんでエンニュート、さっきのでスカーフは消費してるから確実にこちらの方が早いところですね。さあ引き先が何なのかってところですけど、まあ大文字打ってきましょうか。大魔されても大文字でやれると思うけどね。神剣は特防方面がかなり低いポケモンなので。ちなみにこちらのエンニュート、喉カラカラのエンニュート、色明かしですね。今回も割と早めに出てくれたからそんなに負担はなかったな。オーロンゲー、大文字当てる、偉いが、まあ、このまま押してっていいんじゃないかな。あーでも高校の尻尾トリックされたらわからないのか、まあ、だとしても大魔打っちゃえば、うん、負けることはないよな。カビ剣の技でエンニュート一発やられることはないから、ここヘドロウェーブでいいや。トリック高校の尻尾を渡してきたって感じかな。まあそれでも勝ちかな。お互い大魔残ってるけど、
ヘドロウェーブ。まあ相手としてはこちらが大文字一本採用だった場合外しも考慮してって感じかな。まあ何にしてもタスキがなくてももうこっから神剣にやられることないんで、神剣のメインウェポンすべてこちらは、効果今一つでね受けることができるから、草タイプとかにはめっぽう強いよね。じゃあダイマックスでダイバーンで倒していきましょうか。さあ相手もダイマックス、高校の尻尾なんでこちらの方が早いけど、こちらは確実に高校で行動しないといけないと。相手はもう神剣のパワーにかけてきた。大ジェットだとしてもツバメ返しぐらいしか元となる技がないから、さあ行くぞ。喉カラカラの炎入と、喉カラカラっていうさ証なんかあれだよね、ちょっとかわいそうだよな。砂漠系のポケモンだったらいいけど、まあ炎入とも砂漠には住んでるんだろうけどな。潤してあげたい、水を飲みたいけどこのタイプだから効果抜群と。さあ大ジェット、まあ急所でもやられなかったな。これだったらツバメ返しだからね、元がそこが弱いよね神剣は。さあダイバーン、オッケー。まあ本来水ウラオスやマンムーは神剣にめちゃめちゃ弱いけど、それに対してすごい強いエンニュートがいてくれたおかげで勝てましたね。まあカプレヒレがいたらどうだったかなって感じだけど、ヘドロウェーブで押していけば勝てないわけじゃないからな。はい、対戦ありがとうございました。はい、お願いします。エンニュートンスタリは微妙そう。あ、マガかな。マンムーも悪くないけど、まあこれでいっか。はい、お願いします。お、外のステージか、珍しい。ポリゴン2、なるほど。カプグルルから入りましたが、どういう方なんだ相手は。まあ、宿り入れて自然の怒りでいいかな。ここはやっぱエンニュートからだったら毒入れられたけどね。毒入れられたら美味しかったけど、毒上がっちゃったし。あー、レイビーできそうだよな。でもどうしようかな。ダウンロードってことは普通にレイビー持ってる可能性高いな。一回エンニュートいっか。ここポリスに毒を入れたい。さっきね初手ダイマポリスとか当たったから、完全にあれは事故だったけど、ちょっと怖いんだよねそこが。エニュートやっぱ耐久ないな。こんなに削られる、思ったより削られてびっくりした。毒毒、まあ交代先にも刺さるから悪くない。入る、オッケー。これがお仕事なんだねこいつの。やっぱ黒いヘドロ型の方が使いやすそうだな、こうやって考えると。なんか使ってる感じ、ま、ジンまで死ぬよね。まあまあ毒を入れるのがお仕事なんでね、かわいそうだけど。動画のメインとしてはいまいちかもしれないが、まあ一番でかい仕事はしてくれた。10万持ってるしな。カプブルルいっか。ラマジダウンロードで特攻上がってしまったのが厳しいね。宿り入れて初手でエンニューと対面したらまだ楽だったんだけど、レイビー一発ではまだ多分やられないから、宿り入れるか。まあ何にしても守りで一回毒を蓄積させるか。あ、引っ込めた。なんかロード入ったから大魔切ってきたのかと思った。海竜、オッケー。海竜竜前してくるかな。いきなり大魔だった場合でもここは引いた方がいいよな。アマガーな。さあこのサイクルでもうどうにかするしかない。海竜が特殊型だったらおしまいだな。ただホノパン型だったらまだいける。竜馬いい。じゃあ鉄壁積んでっか。この後の大盤がちょっと辛いけどね。鉄壁跳ね休めでどうにかなるんじゃないかなって思うんですけど、どうだろう、大魔切られたら厳しいかも。お、竜馬入れんだ、悪くない。じゃあ鉄壁で間に合うんで鉄壁入れてきます。いやでもダイマックスがきついのよ、晴れるし。こんな外のステージだからカンカン照りになっちゃうよ。
まあ鉄壁連打でいいかな。なんかバサバサしてて痛いともかっこいいな。では皆さん、夢のつぼみっていう YouTube の、公式でキッズポケモンチャンネルの方に上がった、公式アニメは見られましたかね。あれニドランオスがメインな女の子のお話なんですが、とても感動する。一本ね、普通に一本アニメ見た感覚になれますね。時間もめちゃめちゃ長いわけじゃないからお手軽に見れるので、まだ見てない方はいかがでしょうか。普通に感動しますよ。こっち終わってるか、まだ余裕あるし。リュウマいい。でここから羽休めしようかな。でダメージ見ながら鉄壁挑発。もうちょっと早めにしてもよかったけどな。まあ今ちょっと優勢になってきてるから、でこう羽休めで、まあダイマしてくるでしょう。ダイバー持ってたら海竜大体持ってるよな。炎のパンチのところが、地震とかだったらいけるけど、まあ何しても大魔しのげればってとこはある。大ナックル、おお、まだ軽く上げてくる、すごいな。大ナックルでこのダメージってやばくない？やばそう。でもダイナックルってことはホノパンないな。さすがにホノパン入れてるスペックというか、スペースがない。スペックはあるけど、そうさな。まだ鉄壁してもいいかな。いいな、ここ鉄壁しようか。ダイナックルだもんね。うん、全然間に合うわ。オッケーオッケー。この技ないんだったら海竜これで完全に機能停止だな。こいつには突破できない。飛行ものだったらもうアーマーが厳しいし、後ろに特殊が控えてるんだったらわからんが、ポリゴン2ももうボディプレイでやれる圏内来てるから非常によろしいですね。これあとポケモンユナイト出ますね。ポケモンって基本的に個人戦のゲームでしたけど、なんかパッと見ただけですけどチーム戦って書いてありましたね。どうなるやら。なんかスプラトゥーンみたいに、なんだろう、ああいう相手のゴールに運ぶみたいな、相手のゴールになんか入れるみたいなルールっぽいけどね。挑発レイパン、あ、凍らなければ危ないな。こいこいで跳ね連打で回避はやれるかな。レバン、おいおいおい、凍っちまったよ。これがあるからポケモンって最高だぜ。ははっ、うん、凍らなかったら結構勝ち見えてたんだけどな。相手多分このフルに鉄壁したアーマーガーに打点ないから、やられたい放題されてるよ。起きてくれ頼む頼む、アーマーが起きてるじゃない、溶けてくれ。ああ終わりだよ。ここまで来て氷で終わりっすか。確か冷凍パンチで凍る確率は 10% ぐらいだったよな。 10% だか 20% だか、それを聞いてしまったな。もっと撃たれてだったら分かるけど、まだ2発しか撃たれてないんだけど、辛いな。ここは溶けてくれることを祈ってボディープレスしてっか。それしかないよな、もうボディープレスだ、溶けろ。いたー、アーマーが最強。どうだ、運ゲーでは突破できんよ。運を運で跳ね返していく。あ、ポリゴン2やったからだいぶ楽になったな。ヘミッキュ、はい、じゃあもう勝ちですね。もう鉄壁フルに積んでるんで挑発して剣舞でしょ。でもうあとは殴らせてゴツメで削って、で海竜ももう、竜の舞解除されたから、どの道アーマーが突破できないと、もうアーマーがで積んでると
素晴らしい、完璧な試合だ。完璧な試合といえばエンニュートが毒しか入れてないんだけど、まあ悪くないでしょ。対戦ありがとうございました。危なかった。まあやっぱね、運は収束するとといっても、まあ2回ぐらい動けなかったけどなんとかなりましたね。危なかった、ワンチャンを持って帰るところだった。あ、でポケモンユナイトの話してたけど、まあ僕が思うのは、子供がやるゲームということを、ちゃんと大人たちはね配慮してやりましょうと僕は思いますね。僕らおじさん世代も多分やるんでしょうけど、そうした時にあんまりこう味方が弱いからとかどうのこうので叩いたりしてると子供たちがやらなくなってしまうので、子供たちがやりやすい環境を作らないとポケモンというゲームはねもう衰退していく一方なので、そのあたりをちゃんと配慮できる大人なね、大人なポケモントレーナーでいきましょうと僕は思います。というわけでエンニュートね、今回使ってみましたけど、正直やっぱタスキ型だったら使いにくいので、次回はヘドロ型使おうかな。エンニュート、あの好きなポケモンでね、せっかく色違い、証持ち出たんで、まだバンバン使いたいなと思ってるから、いろいろ型を試していこうと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました、よろしければチャンネル登録や高評価コメントなんかもお願いいたします。お疲れ様です。